実にすがすがしい気分だ。これで何者もこのディオを超える者はいないことが証明された。相手になるか。来い、このカーズのモードで真っ二つにしてくれる。ちょっとだけ相手をしてやるか。世界を滑る真の帝王はこのバレンタインだったようだ。恐ろしい鉄球だ。君は私の能力を本当に知っているのか。期待通りの働きだ。このアンヤ第一王子マークスが相手をしよう。いいだろう。準備運動にもならなかったぞ。私の名はキライ・オシカゲ、年齢33歳、自宅は森王朝北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀遊チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。タバコは吸わない、酒はたしなむ程度。夜11時には床に着き、必ず8時間は睡眠をとるようにしている。寝る前に温かいミルクを飲み、20分ほどのストレッチで体をほぐしてから床に着くと、ほとんど朝まで熟睡さ。赤ん坊のように疲労やストレスを残さずに朝目を覚ませるんだ。健康診断でも異常なしと言われたよ。油断したな。私は常に心の平穏を願って生きてる人間ということを説明しているのだよ。勝ち負けにこだわったり、頭を抱えるようなトラブルとか、夜も眠れないといった敵を作らないというのが私の社会に対する姿勢であり、それが自分の幸福だということを知っている。もっとも、戦ったとしても私は誰にも負けんがね。それでといったところか。どんな犠牲を払っても私はそこへ行く。プッチ、君が君のことを愛している。そんなことは考えたこともない。さすがは我が息子。いいぞ。まあこんなところかな。すまないが、いちいち覚えていられないんだ。やはり無敵だ。気が済んだか。所詮鳥と見くびっていたか。たった一つ、勝利して支配する。このデオにはそれはない。あるのはシンプルなたった一つの思想だけだ。来い、それだけよ。それだけが満足感よ。うりー、いいぞ。我が意のままに。ディオ、君の世界へ共に旅立とう。我が真実は絶対破れん。君を決して死なせはしない。お前たちには計り知れないことだろうが、このディオにくだらない決意は身を滅ぼすぞ。君の力を貸してはくれないか。ありがとう、ディオ。私を導いてください。素晴らしい攻撃だ。世界の頂点に立つ者は何が起こったのかもわかるはずがない。ディオ、全てはこの国のために。戦いの犠牲が出るからこそ。ほう、向かってくるのか。近づいてく。ひれ伏すがいい。ザ・ワールド、時を止まれ。思い上がるなよ。見えているのかと聞いているのだ。時間を稼がなくては。いいぞ。エネルギーがまだ足りん。あと少し。チッ。エネルギー切れか。うりー、お前自身の体で味合わせてやろう。自ら食料になりに来るとはな。絞りかすだ。やればできるじゃないか。一撃だけだぞ。戦い慣れしている。恐れぬ者は我が前に出よ。真実の前には無駄無駄。通してやる。機械など相手になるか。時は来た。無限の谷底へ。お前のようなカスの名前など、
この私だ。あとは殲滅するだけだ。ただし、いいだろう。溶けて流れ落ちろ。お前がそろそろ背後から忍び寄って襲ってくる頃と思っていたぞ。我が軍の勢い見せつけてやれ。説明してもらおうか。今の君のスタンドだが。うわいいだろう。にて、ここは我らのものだ。新しい誕生祝いだ。ちょっとだけ相手をしてやるか。こうやるのだ。最低のヘアスタイルだな。しかと胸に刻んでおく。君のようなね。いいー自分自身という恐怖を克服したぞ。やっと私のために勝ってくれたな。まだ馴染んではいないが、私に力を貸してくれ。ふん、俺は恐怖を克服することが生きることだと思う。お前は自分が死んだことにさえ気づいていない。ほんのちっぽけな恐怖をも持たぬ者。血を吸って殺すと予告しよう。聞け。キラークイーンはすでにドアノブに触っている。何？ふう、なるほど。君さえ消えていなくなってくれればね。ディオ！第三の爆弾バイザーダスト。やったぞ。発動したぞ。私のために勝ってくれたな。まだ馴染んではいないが、私に力を貸してくれ。ふん、普通の人間にはない特別な能力を持っているそうだね。一つそれを私に見せてくれると嬉しいのだが。勝利は目前だが、気を抜いてはならんぞ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。くらえ、キングクリムゾン。うん、ひれ伏すがいい。若い血は一層馴染む。お前の真実を。プッチ、まさに世界を支配する能力だということを。ディオ、君のようなね、僕は自分を成長させてくれる人間が好きだ。恐れることはないんだよ。友達になろう。最後の時間停止だ。ディオ、君の世界へ共に旅立とう。僕は自分を成長させてくれる人間が好きだ。家庭や方法などどうでもよいのだ。見事だ。今この目の視覚を抜き取った。安っぽいヘアスタイルで得意そうにするんじゃない。ダーティーディーズダンダートチープ。素晴らしいぞ。ついに始まったと考えるべきだ。この人の世の現実、害悪なるものは遥か向こうのどこかの誰かへ。私だ。賛美しろ。ディオを倒した今のお前でも問題はない。そんなヘアスタイルは我が国民には絶対させない。生まれたものが天国なのだ。なんともひどい髪型だ。いいぞ、この感動を称えるのだ。自分で常に思うんだが、強運で守られてるような気がする。証拠は跡形もなく始末され。ふん、くだらん。お前を雇おうではないか。戦局で言うところの一手だな。一手見誤った者の敗北ということか。なぜ二人は逃げ出さない。体力をつけなくっちゃな。ただし、ちょっとした敗北感まで感じるよ。天国が手に入る。どうしてもやるのか。重力は逆転する。これは啓示だ。初めてだよ。大切なものが手に入る。冬のナマズみたいにおとなしくさせてやる。安っぽい感情で動いてるんじゃない。それまで私を見習って痛みに耐えろ。こいつ絶対に逃がさん。絶対に決着はつける。にて、
これでディオ、君の世界へ共に旅立とう。私を導いてください。もうわかった、満足だ。ここらで遊びのサービス時間は終わりだ。ありがとうディオ。お前は間違っている、呪われているくせに。 やめろウェザー。ディオ、ロードローラーだ。同じ悪霊持ちとは親しみが湧くが、ジョー太郎、やめろこら。ほう、向かってくるのか。逃げずにこの、やれやれだぜ。時を隔てた開口というわけか。やれやれだぜ。